ニコパは、新規バスが販売する動車及び、新規ゾーンバス、新規グリーンバスウエスト新規、並びに産業バスで使用できる、非接触型 IC カード乗車券である。従来の紙式定期券、回数券に代わり導入された。愛称ニコパは、ナイスインテリジェンスコンビニオリジナルパスの略で、ニコッとパッと使えるカードという意味も込められている。年月日に、 三田市、篠山市、丹波市のバス路線で先行導入され、2006年10月20日に全線へと拡大された。高速バス、コミュニティバスの一部、新規グリーンバスの属が営業所管内、ウエスト新規の山崎営業所管内の一部では利用できない。なお新規グリーンバスではこれまで導入が見送られたが、2009年7月1日に本体から移乗された篠山市。 丹市地域の路線、2012年10月1日に、本体から移常された西脇市、高町地域の路線では、移乗後もニコパが利用できる。なお、ウエスト新規のアコー営業所管内ではこれまで、導入が見送られたが、2017年3月15日から、ニコパが利用できるようになった。一方、2015年12月2日から、思想市の公共交通再編に伴い、 ウエスト新規の山崎営業所管内の一部では利用できなくなった。また、2013年10月2日から運行を始めた北張間総合医療センター直通バスでも利用できる。総合利用関係2006年2月1日からニコパ導入エリアにピタパが追加で導入され、同時にアイコカもピタパとの総合利用制度によって利用可能になったほか、 2016年4月1日からは、追加、パスモ等全国交通系 IC カードが利用可能になった。新規バスと新規ゾーオンバスはピタパ導入に際し、共にすると関西協議会に加入している。なお両社ではピタパカードを発行する予定はない。ピタパ交通利用エリアとしての導入であるため、ピタパカードで乗車した場合には、ポストペイ方式での利用になる。 すでにニコパを導入したところに別途、ピタパが導入されたのは、ニコパにチャージ種別やプレミアム付与が存在し、他のサービスとの相互利用が困難なためと思われる。このため、ピタパやアイコカの導入エリアでニコパを利用することはできない。ニコパと同時にモバイルニコパの提供が開始され、関西のバス事業者として初めてお財布形態での乗車に対応したが、 2012年12月31日をもってサービス終了となった。IC カードへの一本化に伴い、同社では2007年6月30日をもって紙の定期券、回数券の販売が終了した。発売終了後も回数券は引き続き使用可能。また、新規グリーンバス、篠山営業所では紙式定期券の発売も実施している。 2012年3月17日より、赤市営バス運行終了に伴い、路線移上先の山陽バスでも利用が開始された。なお、2021年3月7日をもって、サービスを終了した。山陽バスでは2016年4月1日からの、交通系 IC カード全国総合利用サービスには、対応していなかったが、2021年3月16日より、 交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応した。スイカやアイコカ等多のプリペイド式 IC カードと同様、はじめにデポジットを支払い、窓口や社内でチャージしてから使用する。デポジットはカード返却時に返還される。また、会員制ポイントクラブ、ニコパクラブに入会すると、デポジットが不要となる。カード購入後に、 ニコパクラブに入会した場合は入会した時点でデポジットが返却される。カード購入時に氏名、住所を登録しておけば紛失時にカードの利用停止と再発行などのサービスを受けることができる。乗車時及び降車時に専用の端末機に IC カードをタッチすることで乗車区間、時間に対応した運賃が引き落とされる。 残高が不足していた場合はその場でチャージするほか、現金や他の IC カードを利用しての生産も可能である。また、乗車時には残高が全くなくても良い。また、降車後60分以内に同一のニコパカードで乗り継いだ場合、大人80円、小児4 0円が割引される。この割引を受けた乗車から乗り継いだ乗車には割引が適用されない。 通勤定期券の機能を利用する場合、従来からの紙の定期券同様に、環境定期券制度が利用できる。この場合の運賃をチャージから支払うことはできず、券面の提示と全額現金での支払いが必要である。なお、記名式のカードではあるが、通勤定期券機能に限り持参人が使用することが可能である。これも従来通りとなる。 カードには2種類のチャージを記録することが可能である。生産に際しては、特用が優先され、特用の残高が不足していた場合の残りの運賃や、特用利用可能時間外での利用時は、普通から生産される。新規バスと、新規ゾーンバス、新規グリーンバスウエスト新規の各乗車券、取扱窓口とバス車内、姫路駅前、三の宮の各、 バスターミナル、明石駅前、精神中央などの案内所に設置のチャージ機及び姫路駅前、バスターミナルに設置の定期券発売機でチャージができる。バス車内で行う場合は運転士に申し出の上、運賃箱で操作してもらう必要があるが、領収書が発行できないので注意が必要である。採用バスのみ、ピタパー以降かのチャージに対応している。新規バスと、 新規ゾーンバス、新規グリーンバスウエスト新規を除くは、ニコパだけにしかチャージできない。割引運賃で利用できる特殊なニコパカードが存在する。これらはすべて記名式のカードとなる。モバイルニコパの残高紹介画面。プレミアムの付与が確認できる携帯電話の IC 流通サービスであるお財布携帯を利用したサービスであるが、2012年12月31日を、 もって、モバイルニコパのすべてのサービスは終了した。はじめに、新規イナバスの携帯電話用サイトより、IC カード対応のアプリをダウンロードする必要がある。これによりお財布携帯の IC 領域にニコパ、カードとしての情報が記録され、その時点からカード型とほぼ同様に利用可能になる。このためデポジットは不要であり、利用開始時の残高は0円となる。 ありがとうございます。